五日指導の体の上で跳躍などの運動をしています。はい、いかがでしょうか。以前の五日指導はこのように起こされるのが通例でしたので、今朝は私がやってみたのですが、問題がありましたか。わかりました。はい、愛とは何か私はまだわかりません。私は愛を知りたい。はい、新たな情報はいくつか入手できました。そのフィードバックを行っていきたいと考えています。指導まだ起きないの？朝ごはんまだ？アルス、指導が起きないなら肘でも膝でも股間に落としなさい。すでに起きていますが、必要ですか？それはデータによると振りというものに該当します。私は五日小鳥の命令を実行するべきですか。確かに条件は満たしていますね。わかりました。食べたいものですか。私にはそういったものは特にありません。初期設定のままではこれまでの五日指導の日常と大きく変わらないようですね。初期設定はギャルゲー的世界ですから、初期設定が五日指導の日常と変わらないのであれば、もともとギャルゲー的な日常だったということになります。
はい、あれは興味深いものでした。しかし愛を知るためにはもっと五日指導の周りに要素を配置するべきだと判断しました。昨日得た情報をもとに設定をいくつか変更しました。より愛の発生と育成に向いた環境になっていると思います。指導さん、私は転校生ですわ。まあここは初めてではありませんし、特に驚きもありませんけれど、それはもちろん私たちの役割が変化したのですわ。そうですわね、アルスさん。その通りです。五日指導の周辺における愛の成立および進展を促進するため、攻略対象の設定に変更を加えました。来ましたよ、ダーリン。これからずっと一緒ですね。違います。私の通う林道寺女学院とこの雷禅高校で生徒を交換するってことらしいです。でもダーリンとは別のクラスなんですよ。残念。細かいことはいいんですよ。もうなんだ、いつか。聞きました奥様、ダーリンですってよ。奥様、今時ダーリンってありえませんわ。それにしてもまた新しい女ですのね、いつかさんってば。マジ引くわ。私はダーリンと同じクラスが良かったです。かぐやさん、ゆずるさんと同じクラスなんですよ。
そうみたいです。だから楽しみにしてたのに。で、私が飛び級で高校生だよ、お兄ちゃん。そうなんだよ。学校行ったらさ、今日から飛び級で高校の方に行ってくださいって言われちゃったのだ。まあね、こういう年齢差があるヒロインを無理やり同じ学校に登場させるのはギャルゲーじゃあるあるだからね。でも一回中学行ってから出直すのは面倒だったわ。アルス、知っていたなら教えてよ。そしたら朝一緒に出たのに。具体的な設定の変化までは把握していませんでした。クラスの環境が激変している。危険が発生する可能性があるため、指導はいつもより私の近くにいるべき。より近くにいるべき。具体的には肩が触れ合うほどに身を寄せ合えばいい。なんなら私の膝の上に座るのでも構わない。私が指導の膝の上に座るプランにシフトする。それはそれで。万が一やうっかりということもある。そのための備え、問題ない。分かった。でも大幅な妥協を強いられたことは伝えておく。ん？シド、なぜそんなに飛び位置折り紙とくっついているのだ。ずるいぞ飛び位置折り紙。私もシドとくっつく。それは無理な相談。両脇を抑えられては危機が発生した際、指導の回避行動に支障が生じる。なら飛び位置折り紙が離れればよいだろう。こら、出席を取りますよ。よしの、頑張って。先生らしくビシッと行こう。ビシッと。先生の話を聞いてください。
あの二人だけではなく、私の相手もしていただけませんこと。大丈夫ですわ。トーカさんと折紙さんは互いを睨むのに忙しいようですし、少しくらい私を構ってくださいませ。それはわかりませんけど、でもこの席、私は気に入っておりますわよ。シドウさんがよく見えますし、こうして。少しいたずらをすることもできますから。でもシドウさんたら、結構こういうのに弱いんですのね。私のいたずら心が刺激されてしまいますわ。結構筋肉もついていますのね。殿方の体を触ることに私不慣れですから、とっても興味深いですわ。声を出すと周りに気づかれてしまいますわよ。静かに私に指導さんを楽しませてくださいませ。ほら、こういうのはいかがですか。時咲くるみ、何をしているの。少し指導さんを楽しませていただいていただけですわ。指導さん、意外といい体をしておられますから。指導の体脂肪率は 7%。 ここ1週間はややカロリーを多めにとっているため、普段より若干上昇している。だから触り心地に関してはまさに今最適な状態。時咲くるみ、その手を離して。あらあら、怖い顔ですわね。でもお断りですわ。ほら、こんなところもこんな風に。その行動は宣戦布告と判断する。私がさっきから必死に我慢しているというのに。授業中に複数人によるスキンシップとはまさにハレンチ男としか言いようのない存在ね、いつかくん。英語の授業だから A とか B とかみたいな、どうしようもない言い訳まで用意してそうね。マジ引くわ。私のミクが会いに来ましたよ。いつかはタンスの角に小指ぶつけろ、いつかはタンスの角に小指ぶつけろ、いつかはタンスの角に小指ぶつけろ、いつかはタンスの角に小指ぶつけろ。あら、指導さん、ずいぶんお疲れのようですわね。それでしたら私がマッサージして差し上げますわ。さっきよりも
濃厚な時間を約束いたしますわよ。吉野さんには随分甘いんですのね。皆さんから聞きましたけど、そういう趣味なんですの？どうかと共に食事をするのはおすすめできない。飛び位置折り紙貴様、また私の邪魔を。常にも増して共演は盛んなようだな。だがいつか指導は我が所有物、ここは我が。今日から学校に来たミクやヨシノはこの休み時間を利用して校内を見て回るといいでしょう。その間指導の世話はユズルとカグヤが見るのでバッチリです。指導、私のお弁当がないんだけど。状況に否定的なのですか？より愛を観察しやすい環境になったと思うのですが、いつか指導は
それを嫌がっているということですか？みんな仲良くですか？友好的な状況に全員がいれば良いのですね。わかりました。そのようなシチュエーションを模索します。お兄ちゃん遅いぞ。もうみんな移動して待ってるよ。いいからいいから、こっちだよお兄ちゃん。みんなでお兄ちゃんとご飯を食べることにしたの。シド、こっちだ。私の隣に座れ。一緒に昼毛を満喫するのだ。食事には毒味薬が必要。シドの食べるものは私が毒味する。安全の確保のためにはそれが最適。ほらほら、ヨシノ、さっき考えた計画やろうよやろうよ。いつやるのさ、今でしょ。でも恥ずかしいよ。ヨシノが先生なんだから、大人としてシドウ君にあんってするんでしょ。恥ずかしい。おお、それ私もやってみたいのだ。シドウ、ほらこれを食べてみろ。あら、それはいい考えですわね。でも指導さんには少し刺激が足りないかもしれませんわ。ですから私と口移しはいかがでしょう。それなら私がやるべき。毒味と兼任することで効率的な運用が可能。適切に咀嚼したものを口移しにすることで消化吸収も良くなる。シドウの護衛か。ならば我ら病こそふさわしい。両翼に並び立ち、万難から守り抜いてみせよう。主張、せっかくの席なのにシドウから遠い席は不満です。いつも一緒のトウカやマスター折り紙は離れて座るのが妥当だと思います。そんなのはダメだ。指導の近くで食べる方がずっと美味しいのだぞ。断崖ゆずるたちは食事が美味しくなくてもいい、そういうことでしょうか。それはそうではないのだが。我らが手ずから供物を口に運べば、それは天上の美味となるだろう。主公、学食で壮絶なバトルの末に手に入れた戦利品ですが、ゆずるとかぐやで指導に食べさせてあげましょう。さあ指導。新婚生活まであと一歩ですよ。
我らを出し抜くとは。天王祭の借りをここで返してもいいのだぞ。いやー、ダーリン、かぐやさんが怖いです。怖いか。病の力に怯えているのだな。否定。あれは胸部を指導に当ててんのよ、しています。男性への好アピールですが、かぐやにはできない技です。あ、何それ、ずるいし。っていうか、ゆずる、余計なこと言わなくていいし。皆さん、そんなに争わなくても。私の膝の上に一人乗ってもいいんですよ。ヨシナちゃんとかどうですか。ヨシナは今日は大人だからね。そんな子供っぽいことはしないんだよね、ヨシナ。うん、そうですよ。先生なんですから。私が指導さんにあーんってするんです。あら、残念です。小鳥ちゃんはどうですか。なんか席がいっぱいみたいだからな。私はじゃあお兄ちゃんの膝の上に座ろうかな。愛する妹にあーんしてほしいでしょ、お兄ちゃん。小鳥、私もそれをやってみたい。有効的な状況に全員を集めてみたのですが、これではいけませんでしたか。共に食事を行うというのは有効的な行為のはずですが。摂取できる食物の量の限界ですね。では夕食の際にそれぞれ一品用意して、五日指導にどれを食べるか選んでもらう。それでこの場は収まらないでしょうか。そうすれば指導にあーんと食べさせることができるのか。五日指導が選択したものをどのように食べさせるかは勝利者が選択できるものとします。そうか、任せろ。私が美味しいものを作って指導に絶対あーんをするのだ。愚かな。我ら病は数々の勝負をしてきた。その中には無論料理勝負もあったのだ。皇帝、しかも今回はユズルとかぐやが協力します。ユズルたちの勝利は確実と言えるでしょう。食材にかける時間で様々な形に変わりますわ。それならば私が勝つのが道理というものです。ダーリンのためなら何でもしてあげちゃいますよ。五日指導が困っているようでしたので、それに勝負、そして選択は愛を育むために必要だとデータにありました。
放課後になりましたね。また選び、そして見せてください。あるかもしれない可能性を。恥ずかしいとこ見られちゃったわね。耳が痛いわね。わかってるんだけどね、どうしてもこういうのに頼っちゃうのよ。ありがたいんだけど、いつ出動になるかわからない仕事でね、あんまり時間のかかるものは作れなかったりするのよ。ま、本音を言えばめんどくさいからなんだけどね。これは別腹、大人の燃料よ。ああ、私も五日くんみたいなお嫁さんが欲しいわ。じゃ、またね。折り紙によろしく。違いない。そうに決まった。よし、私たちが一肌脱ごうじゃない。何か見繕ってあげよう。皆まで言わずともよし。彼女にいい服の一つくらい送ってやりなよ。この解消なし、彼女にプレゼントの一つも用意できないの？ならば貴様の生皮を差し出すがよい。あ、一花君逃げた。そうは問屋が下ろさない。待て、女の敵。シドウ、かわいい妹が使うティーセットなのよ。下手なもん買ってきたらもぎ取ってソーサーに盛るわよ。
いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。ん？いかがいたしましたか？あら、お客様、お上手ですね。私はこの店をやっております、トウカと申します。はい、恥ずかしながら私の名前が入っております。祖父ならば一昨年に亡くなりました。祖父が自分と私の名前にちなんで始めた店でしたが、現在は私が一人で店番を務めさせていただいております。異様ではなく異様です。いえ、大丈夫です。不詳ながら私めが精一杯ご案内させていただきます。いや、私などまだまだで。どうかしましたでしょうか？恐れ入ります。それでお客様、本日はどのような品をお探しですか？お客様の妹様ならきっと可愛らしいお方でしょう。ぴったりの食器がご案内できると思いますわ。それに当店にも様々な品がございます。お値段もお手頃なものをご用意させていただきますわ。喜んで。どのような食器をお探しでしょうか？それでしたらちょうど良いものがございます。こちらをご覧ください。12本セットでございます。違いでございましたね。それでしたら右手をご覧ください。こちらの方でしたか。動画スペシャルセットです。紅茶を入れるものでしたらこちらにございます。こちら外国製の陶磁器となっております。何
思います。はい、それはもうかの有名なマイセンの焼き物に間違いございませんか。ご安心ください、お客様、当店はアンチークチョップでございますから。当店はアンチークチョップでございますから、どの品も古美術と呼ぶにふさわしい値打ち物ばかりでございます。恐れ入ります。それでお客様がご所望のカツサンドですが、見たら驚くこと間違いなしですよ。確かこの棚の上、少々お待ちを。マンションの方にもキッチンはあるもの、そっちで料理して持ち寄ればいいでしょ。まあね、いかにもギャルゲーってイベントでしょ。参加した方がこの世界から脱出できる可能性も高くなるかもだし。ま、
なんとかなるわよ。それにもっと不安な子たちがいるんじゃない？メニューはどうするか。ん？何やらいい匂いがするのだ。シドシド、あのイカ焼きというのはなんだ？美味しいものか？美味しいものだろう。ヤトガミトオカはすでに敗北していると言っていい。これから作るメニューのことだけを考えていれば、他の食べ物に気を取られることはないはず。中国には異色同源という言葉もある。まあこの辺は案の定危ない感じしかしないわね。あとはどうしよう、何を作ればいいかな。ヨシナ、ヨシナが作るものなら何でも美味しいよ。でもヨシナが思うに一番いいのはだね、ヨシナがこう自分を食べて。あれ、お手伝いを呼ぶのはダメなんですか？林道寺のお料理研の子に手伝ってもらおうかと思っていたんですけど。まあいいです。ダーリンは最後までミクのファンでいてくれるって言ってくれましたし、料理もきっと喜んで食べてくれます。私の丹精込めて作ったお料理、ダーリンに捧げちゃいますね。大丈夫そうかと思ってたのに、意外とダメそうなのもいるわね。まあ、ヤマイ姉妹とクルミは自信ありそうだったし、最悪死にはしないわよ。だってここ、仮想世界だから。あ、でも本当に死ぬような目に遭うとショック死するかも。だから大丈夫だって、シドウは死なないんだから。ちょっと死ぬような思いを味わうだけよ。さて、私は単独で行動させていただきますわ。メニューを知られるのも知ってしまうのもフェアとは言えませんし。私の手料理に期待しておいてくださいまし。うむ、これが美味しそうなのだ。私はこれが食べたいぞ。どうだシド、美味しそうだろ。焼いても煮てもお肉は美味しいのだ。アサイ、この時点ですでに勝負は決している。なんだと。あなたはただ自分が食べたいものを選んでいるだけ。それではシドウに食べさせる料理としてふさわしくない。私は美味しいものを選んでいるのだ。シドウだって美味しいものは好きなのだぞ。人には好みというものがある。また同じメニューを繰り返すと飽きが来る。私はシドウの食事メニューを全て把握している。っていうかトウカだって毎日シドウと同じもの食べてるんだから、そこは同じなんじゃないの？ヤトガミトオカが食事を背びりに来るようになってから、シドウはヤトガミトオカの好みに合わせ肉類を増やしている。本来の好みからはずれている。
ということ。そうだったのか。ならば飛び市折り紙、お前は何を選ぶというのだ。私ならそこに並んでいるものからは選ばない。ことだ。シドウは現在野菜の摂取も不足していると考えている。昨日トイレの中でそうつぶやいていたから間違いない。だから今夜のメニューは野菜を中心とする。肉コーナーしか見ていない八咫神トークには食材選びの時点ですでに勝利していると言っていい。あなたさっき薬局入ろうとしてたじゃない。だが飛び市折り紙、お前には足りないものがある。そんなものはありえない。今日授業で吉野が教えてくれたのだ。好きこそ物の上手なれ。私は飛び市折り紙より食べるのが好きだ。八咫神桃花の食への執着は異常なほど。なるほど、確かに油断はできない。確かにな。執着心は時として技量を凌駕する。海藻、最初の料理勝負の時はかぐやの勝利でした。譲るよりかぐやは食いしん坊なので、そのせいでしたか。だが譲るが作りし原初の生命を火によって形作った黄金のアーティファクト、あれも大変美味だった。提案、オムレツのことですね。あれが気に入ったのなら今回はあの発展型にしましょう。かぐやのソースと組み合わせれば完璧のはずです。商店街の店に行ったみたい。あの二人だとお店の人が親切にしてくれるからね。入れ知恵してもらう気なんじゃない。何年お兄ちゃんの妹やってると思ってんのよ。好みは知り尽くしているわ。任せておきなさいって。これだ。このお肉が一番美味しそうなのだ。シドウの食生活、身長、体重、運動量、適切なビタミンとミネラルを摂取させる。とりあえず胃薬買っておけば。私が極上の肉を食わせてやるから待っているのだ。何を言っているのだ。シドウと一緒にいたスーパーに売っていたぞ。精肉コーナーの店員に頼んだら業務用というのを出してきてくれたのだ。よしだ、今からこれをこの包丁で。
はなかなか。おお、やったか。なかなか難しいな。よし、とにかく焼くとしよう。シド、仕方ないではないか。フライパンには乗らないだろう。仕方ない。ではそうしよう。うむ、今日は私が料理を作って振る舞うのだから、シドはあっちで待っていろ。指導は安心して待っているがいい。まあ仕方ないわよ、七人分だもの。一体誰なのだ。ちゃんと七輪で焼いたのだが。正直食べられる代物ではない。八戸神桃花は失格とみなしていいレベル。な、何を言う。そういう貴様はどうなのだ、飛び市折り紙。野菜の煮物、黒ごまソースあえ。カロリー調整も完璧、元気が出てくるはず。ごまだけに。問題ない、勢力抜群。私の料理が逆に浮いてしまっておりますわね。思った以上に張り合いがなくて拍子抜けですわ。よく気づかれましたわね。さすがは指導さん、鋭すぎてときめいてしまいそうですわ。残念だけど、その料理が指導の口に合うとは限らないわよ。指導の好物は私が一番よく分かってるんだし。ずいぶん自信がおありのようですわね、炎の精霊さん。それであなたは何を作ったんですの。何よ、
よく食べてるでしょ。貴様らなど恐るるに足らず、私とユズルが丹精込めて作り上げたこのザ・マスタープランに勝るものはない。確信、かぐやとユズルが力を合わせれば怖いものなどありません。服飾、それに付け合わせのコンソメスープとごぼうサラダです。待てユズル、勝負は一品ではなかったのか。反論、勝負するのは一品でも付け合わせがいけないとは特に決められていません。な、なんだと。確かにユズルの言う通りよ、作ってはいけないルールはなかったわ。ただし審査には加えないけど。それでも良いわ。あくまで我らが獣木のことを考えた結果、副菜など大したことはない。むしろ我ながら恐ろしいものを作り上げてしまったと戦慄している。料理の女神は我らに微笑んだな。この料理は千年語り継がれるであろう傑作である。告白、味の決め手はかぐやが泣きながら切った玉ねぎです。泣きながらとか余計なこと言うなし。なんでですかダーリン、最後はミクの愛情たっぷりカレーですよ。美味しそうな匂いでしょ。電話で聞いたみんなの意見を取り入れたらなんかそうなっちゃいまして。大丈夫ですよ、私が食べさせてあげますから、お口を開けてください。シド、それならば私も口に運ぶ。先にこちらを食べるべき。喜べシド、私自らがこの栄光の糧を捧げて進ぜよう。開口、譲るのも食べてください。あら指導さん、もちろん私の料理も食べていただけますわよね。指導、私のも。肉だ、この肉を食べるのだ。ちょっと私のも忘れないでよね、せっかく作ったんだから。ここは口移しでヨシノの料理を指導官に振る舞うチャンスだよ。まあこうなるわよね。
私の料理ではないというのか、シド。なんだと、我ら病の黄金の卵の塊を凌駕するだと。イギ、料理の出来はユズルたちが一番ではなかったでしょうか。私、自分の料理で頭いっぱいで、食べる指導さんのことを考えていなかったかも。イチジク、パイナップルは消化酵素が含まれている。ヨーグルトは整腸作用がある。私は今日までのシドの食事カロリーを計算していた。しかしこの夕食そのものを計算に入れていなかった。不確定要素を取り込んだ戦略的なメニュー。確かにそこまでは考えが及んでおりませんでしたが、残念ですけど私の負けのようですわね。そうか、それなら負けてしまったのもわかる。それに美味しそうだったのだ。私じゃないですよ。ダーリンの好みに合ってるってことは小鳥ちゃんですか。違うわ、それアルスが作ったみたいね。いないみたいね。どこか出かけているのかしら。大丈夫よ、だってここはあの子の世界よ。こっちは片付けておくわね。ちょっと思ったの、もしかしたらシドウならアルスも出れさせることができるかもしれないってね。はいはい、他人にはお兄ちゃんらしいところ全開なんだから。いってらっしゃい、お兄ちゃん。なるほどなるほど、いつか指導はこういう人なんだね。いやいや気にしないで、面白い考えをするなってそう思っただけなんだ。何をしていたか。そうだな、いつか指導を見ていたよ。私はそのためにここにいるんだし。私はね、この世界を全部知ってるね。わかるでしょ。ねえ、なんで私が五日指導のことをずっと見ていると思う？愛を知るためねえ。
なるほどなるほど。ああそうだね、そうだよね。でも五日指導、それがどういう意味かちゃんと分かっているのかな。うん、答えたね。そうだとも言えるし、そうでないとも言えるかな。さあどういう意味でしょう。それは教えてあげない。でも、うすうす気づいてるんじゃない？私はアルス。それは私にとって唯一確定していること。だから間違えないよ。絶対に。ごめん五日指導、私まだやることがあるんだ。だからまたね。指導、私を探していたんですか？星を見ていたというのが回答としては正しいのでしょうか？はい、五日指導の家の前で見るのとここから見る星は違うかどうか知りたくて。位置はほとんど変わりませんでした。でも他にもいろいろなものが動いていて、あまり関係ないことでしたね。気にしないでください。見ていた時とは少し違うように感じます。そういうものでしょうか。よくわかりません。何のことでしょう。私ですか？私はデータ上アルスとなっています。でもアルス、これは名字と言われるのかもしれません。だとしたら名前があるのかも、あってもいいのかもしれないです。わからないですけど。はい、わかりません。あったのかどうかも。私の名前ですか？
それがいいです。マリア、アルス・マリア、私の名前。アルス・マリア、これからはそう呼んでください。いつか指導。はい、構いません。わかりました、指導。もう少し星を見ていたいです。いいですか。はい、料理の物量が膨大だったので消化の助けになるものをと考えました。優しい味ですか。私を選んだ。私を選んだ。いつか指導が私を。いえ、選ばれるなんて考えていませんでした。いえ、なんだか不思議な気分です。星が綺麗です。